たまこん、こんにちは。久しぶり。ルマオさん、こんにちは。あ、そうだ。今日はね、ファニコンでも配信をするので、16時までの配信にします。ショールームを。16時頃から30分ぐらいファニコンでこの後配信するので、タジオこんにちは、ハルタこんにちは、リノさんこんにちは、ゆうえくんこんにちは、タカオさんありがとうございます。タカオッチー、ノリピーこんにちは。ゆうえくんいい方ですね。肩出てる。今日は寒いけど。キョウさんこんにちは、黒猫さんこんにちは、マサさんこんにちは、シュージこんにちは、フォーチャリングもフィーチャリングモードさんこんにちは。よきじソファニコンでもやりたいと思います。後からたかしこんにちは。インスタ見てくれたんですか、ありがとうございます。のりぴー、織姫さんの間違い、あ、私でよかったですか、織姫様は私でよかったですか。くまさん、お仕事なくてまったりよかった。今日私もさっきまでとアイドル祭りの練習をしておりまして、終わったので配信をしたいと思います。ラジオ、あら悲しみだね。それはでもこれはケモチューブに残るし、ファニコも残るから角さんありがとうございます。映画はね、昨日ダイナー見ました。ダイナーはもう早く早く見たかったからね、ダイナー見ました。のりぴー、あ、よかったです、私が織姫様ということでふりちゃんこんにちは。ダイナー見ました、昨日。ダイナー漫画をね、ちょっと映画見る前にちょっとだけ読んだんですよ、コミックを。でもそこまでね、グロくなかった。つのさん、そう、今日は七夕だそうだよ、すごいねでも曇ってるっていうか、お天気悪いからね、天の川見れるかわかんない。ドラゴンさんこんにちは。修二見た、昨日。お、昨日見ました。結構エグかったよね。そうだね、あのもっと漫画とかだとグロい描写もあるけど、うん、実写にするならあれぐらいじゃないとダメかな、やっぱりグロさは。ノリピー、そう、最初があの元々がもう小説で、それが漫画化されて映画化みたいな感じみたいですね。クマさん面白かった、ダイナー。なんか多分映画は小説版を結構あれかな、元にしてるかな、蜷川さんのやつです。そう、なんか私蜷川さん の, あのヘルタースケルターとかもそうなんですけど、蜷川さんのね作品が結構好きで、こうビジュアルが可愛いから好きなんですけど、ダイナーはやっぱりご飯が出てくるじゃないですか、ダイナーだから。それもすごい美味しそうだったし、もうすごい装飾がすごくて、これ美術費にめちゃくちゃお金かかってるんだなって、リアルだけどなんか思いました。ダイナー話にしたいね、ゆけじ。ふじちゃん、名古屋ありますよ、8月で。あります。あのスケジュールとか、とあの名古屋東海アイドル万博か、東海アイドル万博はもう13日にあるってあるんですけど、その前にもあの名古屋でイベント出させていただきますので、3日間。よし、こんにちは。ノリピー、小説と漫画がどう設定が違うか分かりません。あ、でも大体一緒だと思う、基本的に。私も漫画をちゃんと全部読んでないから分かんないけど、小説の方が完結してんのかな、あれは。シュージー、ハンバーガー食べたくなったね、分かる、美味しそうだったよね。よし、なんか合成みたいに見える、私今日合成じゃないよ。面白く、私グロいの結構大丈夫なんですけど、だからグロいのかな、ワクワクって思ったら、まあ、そんなにそこまでのグロさじゃない。
なかったけど美しいグロさでしたね。なんか女性の死に方が綺麗だった。こう見てない人にはちょっとあれだけど、女性のこの死に方がね、美しい死に方だった。みんなどの役も。しんさんこんにちは。昼すき。何、美小説私読んでないんだよね。漫画しか読んでなくて。つのさんそうか、俺なんてトイストーリー3見てさっき泣いてたわ。トイストーリー3泣けるよね。私も見てますよ。あの子供の時から見てる。2とかも。ふじちゃん、ありがとうございます。 CT こんにちは。そう見たから昨日。なんか学校で金曜日にみんなでお昼ご飯食べてた時にダイナーの予告をみんなで見て笑ってた。あの藤原竜也さんのボンベロのセリフの予告の動画をみんなで見てやばいよねって言って、その学校の友達の中だったら私が一番最初に見たので昨日。熊さん美しいグロさ、正しい表現。うん、でも本当にそんな感じ。あのヘルタースケルターの時もそうだったんだけど、皆川さんはね美しいんだよね。かっこいいし可愛いし美しい。私好きなんだよね、そのもう何掛け算しまくりの美術みたいな、もうボンボン入れるみたいな、いろんな柄とか色をめっちゃ好きで。シュージーでもハラハラしたらどうなるんだろうって思ったね。そう怖い。やっぱり最初にこのダイナーっていう話が、あの殺し屋が来る専用のダイナーっていうのじゃん、前置きが。だから来る人みんな殺し屋、人殺しなんだなと思うと、なんか何が起きるんだろうみたいなハラハラ感は常にありますね。シンさん監督は蜷川さんが面を、そう美しい、ビジュアルが本当に美しいですね。だからもう美術作品を見てるみたいないう風な見方もできますね。眼福って感じ。フリピー、自分は漫画で初めて知ったので今回映画化されて小説を初めて知りました。あ、そうなんですね。なんか調べてみたんだけど、そう。ロケジー、先週も映画見たし、私に会いに来ての原作映画も見たから最近映画三昧ね。そう、ロケジーめっちゃ見てるよね映画。そう、今度私が9月に出演する舞台の私に会いに来てっていう作品がですね、韓国で舞台韓国の舞台の作品なんですけど、それを元にした映画もあるんですね。その映画が殺人の追憶っていう映画なんですけど、それは結構もう韓国でめちゃくちゃ有名になった映画みたいで、本当に韓国の映画の基礎を作ったみたいな、すごい有名な映画なんですけど、映画になったんですけど、それ結構どこでも見れる有名な映画だから、 Amazon プライムとかでも見えるし、見て、あの舞台行きたいなと思ってくれてる方は見ておくといいかもしれないです。それを元に作っているので、日本版を。ポンちゃんこんにちは。織姫様です。ひこぼし様ですか。生コン動くか、そう動く絵画って感じ。それ言いたかった、私動く絵画って感じ。タジオありがとうございます。世界で一番好きです。シュージエンディング頭に残ってる。エンディング、ああね。あと私曲が好き、あの主題歌が好きなんですよ。みやびさんとダオコさんの曲、主題歌じゃないですか、がかっこよくてね、好き。シンさん AKB の部分をね撮ってたよね。ヘビーローテーションでしたっけ。 CT 昨日13月の女の子見たんだけど、水木が演じてた時の舞台も見たくなった。あ、やってたよね13月。私見に来たかったんだけど結局行けなくて。蔵前美紀ですね、私の役は。懐かしい。でも結構変わってるよねきっと。ノリピー、さりげなく告知を入れる。そう、入れるよ。あの9月のその舞台なんですけど、まだあのチケット、あの先着のチケットが発売中で、もう完売、東京の公演は完売の
日もあるんですけど、まだまだお席ある日もあるので、ぜひ先着ですが早く予定分かっている方は早めにお申し込みをお願いいたします。ふじちゃん、ちなみにタピオカはこんにゃくタピオカ、カラフルタピオカ、サンドイッチも、へえ、タピオカそんなあるのね。わたるん、こんにちは。わたるん、みーはーさん、こんにちは。よし、運転頑張ってください。よし、しんさん、そう、ヘビーローテーションのね、そう、かわいいよね、あの MV。 はまこ、みずきちゃん、動く女神像だから。え、それやばいねそれやばいね、女神ってことでいい。じゃあ CT 台本買っちゃったから確認してみます。え、見て見て、確認してみて。でも役名とか結構変わってるような気がする。ゆけじい、3時なのでおやつ代わりにトウモロコシ食べながら見てる。え、めっちゃいいじゃん、夏って感じもうさ、7月なのにさ、なんか寒くないですか。梅雨なのはわかるんだけどさ、寒い、普通に7月なのに。去年この時期、あのアイドル横丁だったじゃないですか。その時も、まあ、晴れた、こんな寒くなかった気がするんだよね。もうちょっと暑かったと思うんだよね。寒いよね、今年。夏来るのかな。ポンちゃん、あの、またメッセージお願いします。あれかな、ポンちゃんは元気出してみたいなやつ。大丈夫だよ、ポンちゃん大丈夫、大丈夫。そう、あやつに会ってないな。会いたい、会いたいでもさ、あんまり会えなくなってて寂しいよね、やっぱり。会えると言っても、あれ、そういうことだよね。大丈夫だよ、ポンちゃん。シーさん、でもわしはゴジラ、ゴジラ見ました。ゴッツィラ。ふじちゃん、みずきさん、忘れ入れますけれども、こちらは今日は晴れて涼しいし。あ、そうなの、晴れてるの、いいな。修二、映画館何か買うの。買う、ポップコーン食べるし、ポップコーンとアイスティー。私は映画の時はキャラメルがいいですスタジオ、みずきに会いたすぎて来週まで持ちそうにありません、助けてください。どうやって助けたらいいん、これは。そう、アイドル祭りまでね、ないのよ、ライブが。アイドル祭りの告知しますね。7月13日土曜日にアイドル祭り関東の A かな、エリア代表決定戦がね、あります。でチケットは完売しちゃってないんですけど、この日はあの会場投票の他にネット投票っていうのがあるんですね。で、あのアイドル祭りのホームページに行っていただいて、ツイッターでログインしてもらえると、投票が、あのネット会場に来れない方も投票できることになっているので、またツイッターとかでもどんどん告知していくんですけど、ぜひ会場当日行けないなっていう方も吸引図に投票していただけたらなと思います。7月13日アイドル祭り、今めっちゃ練習してるから。え、自分どん、この湿度は夏ですよ、こんにちは。ね、湿度高いよね。こんにちは、え、久しぶり、自分の。ふみたかさん、こんにちは。わたるん、ビキニの日の写真やばかったでさ。そう、ビキニの日。ビキニの日だったからね。急いであげたよ。あ、今日ビキニの日、どういうこと？なんでビキニの日なんだろうね。そらさん、こんにちは。ふみたかさん、ありがとうございます。しんさん、本戦は、9月かな、9月 TDC ホール。タマコン、家の裏でホテル見えるんだけど寒いからあんまり出てこないの。そっか、もうまだ出てきちゃダメだねみたいな感じになってるのかな。あ、なるほどね。あ、そっか、あやちの誕生日か。また後日ライブをやるらしく。え、誕生日ライブみたいなことかな。そうだよ、誕生日だよね。あ、ぽんちゃん誕生日、あやちの誕生日だよね。後日ライブらしく。あー、理解、分かった、メッセージ、そのメッセージね。なんか分かった、それ
ハジオアイドル祭りオタク何人か誘った。お、ありがとう。楽しみ。緊張するけど。ドラゴンさん、あと1週間なんです。そうなんです。シンさん、13日は行けへんけど15日は行くぞ。お、 NBB、 そう、アイドル祭りの次は月曜日祝日7月15日にノンバーコードブックスっていう写真のイベントがあるんですけど、私もフォトブックを、新作フォトブックその日限定で出しますので、ぜひ来てください。その日しか買えないやつだしね。ね、あ、これそうそう、生誕、そうね、分かったよポンちゃん。理解理解。いやー、夏になってきたね。夏になってきた割には温度が上がらないけれども、ラジオを早く会いたいですね。本当に体調気をつけます。ありがとう CT、 ありがとう。16時になったら教えてね。16時からね、ファニコンで配信するから。まーちゃん、こんにちは。ありがとうございます。今日はね、久しぶりにこんな髪型をしたの。なんかお姉さんに見えない？寝台特急カシオペアさん、はじめまして、こんにちは。この時間のショールーム久しぶりかも、日曜日。ライブとかね、あると夜とかになっちゃうし、合間とかになっちゃうから、こんなにライブがないのも久しぶりなんだよね。わたりゃん、また静岡来てよね。え、行きたいよ静岡、イベントあったらね行きたい。鉄道ファンの方なんですね、だからこの名前なんだ。すごい、鉄道ファンってすごいよね。だってさ、なんか同じように見えるさ、列車でも名前があるじゃないですか。それを覚えてさ、これは何の何番みたいなとか言えるんでしょう。すごいよ CT。 ちなみに今、お、3時45分、あと15分ほどですね。修士、ありがとうございます。ふりちゃん、お、ありがとう時間。しんさん、お姉さん好きです。お姉さん好き、お姉さん好きですか。よし、名古屋は昨日も今日も30度超え。暑い。名古屋ってさ、毎年さ暑くなるよね。私去年さ、いつ帰ったんだっけ名古屋に、なんかね、1日だけ帰ったみたいな日があるんですよ。めっちゃ暑くて、だから8月のさ、愛知のライブの、名古屋のライブの時もさ、めっちゃ暑いと思うよ。なんだかコントローラさん、こんにちは。カズシさん、こんにちは。館内デビルで知りました。すごい。すごい、見てくれてたんですね。12月かな。館内デビル出ました。嬉しい、嬉しい。嬉しい。館内デビルまた出たいな。なんかね、カムパンマンが、カムラさんほんと可愛くて、なんかほんとに前から可愛いなと思ってたんですけど、なんかカムラさんは顔が小さすぎてびっくりしました。収録の時お会いして、なんかほんとびっくりした。ほんと顔、私も顔大きいねって言われたことはないんですよ、あまり。なんですけど、私のほんとに半分ぐらい、なんかもうこれぐらいだったんですよね顔が。なんかびっくりした。結構さ、テレビに出てる芸能人の人とかに会ったりするとさ、顔がこれぐらいしかないんだよね、みんなさ。すごいなって思うよね、そんな顔ちっちゃい人いるみたいな、びっくり。だから斉藤飛鳥さんとかやばいと思うよ。もう こんなんじゃない、多分これぐらいしかないんじゃない。水木お姉さんが好きです、ありがとうございます。ポンちゃん、スポーティーな感じでありがとう。そう、今日服もね、ちょっとスポーティーだから。でもこれちょっと長いのよ、今日長いワンピースみたいな。
感じ。中野ちゃん、昼すき休憩不足でやばい。お、本当だよ。だってライブないもんね、この土曜日と日曜日。全然ないもん。あんまりないよね、こういうこと。なんかない理由としては、出るはずだったイベントがもうなくなっちゃったっていうのもあるし、本当はね、昨日ある予定だったんですよ。けどなんか、なくなっちゃって、で、高校生組が今、テストの期間中なんで、高校生組がテストの時間なんで、テストの期間なんで、ライブがないっていうのもある。あとアイドル祭りのリハーサルに徹したいっていうのもあって、平日のライブとかも次の明日からの平日のライブ入れてなくて、でもその代わり明日から明後日からかは毎日リハーサルをしながらやりやす。ありがとう、ナイススポーティー。顔小さい人羨ましいよ。ほうきちこんにちは。いさおこんにちは。思った、顔ちっちゃって、まあ、ありがとう。見落としていた？大丈夫、間に合っているから。ヒュー太郎顔小さくない？大事。でもヒュー太郎ち大きくないよ顔バランスがちょうどいい感じ。やっぱ何事もバランスですよね。年少組のソテストだから。ありがとう、イサオ。カズシさん、館内レベルきっかけでサイバーさんのこと知って、キリンズのこと知りました。フォローはしてます。ありがとうございます、嬉しい。テレビをね、見てくれた人がきっかけっていうのが嬉しいですね。ポンちゃん、今日のコーデにカゴバッグとか持ってたらめっちゃ可愛い。え、わかる。カゴバッグ可愛いよね。なんかさ、毎年カゴバッグ欲しいなって思うんだけど、結局いいのに出会わなくてね、買えてないんだよね。カゴバッグって可愛いよね。タマコン、実物より太って見えるテレビで細く見える人の実物は本当にやばい細さだよね。え、やばいと思う。もう本当にこんなんだなと思うよ。ペプシマン、こんにちは。昨日あると思ってた？なかったですね。今日でした。みずき、みずきくん、こんにちは。ふみたかさん、ありがとうございます。いさお、ありがとう。でもね、必死だから、毎日ね、顔小さくなりたくて、毎日もうこうやって、顔ちっちゃくして、もう、こうやって、こうやって、もう、めちゃ、もう、こうやって、もうやってるから。よけじ、週末にみずきに会えないから、明日からの仕事はもぬけの殻になる予定。ねえ、でもそんな時は私も明日撮影だったりとか、まあ、いろいろお仕事やりながらやるんですけど、もうその間もキリンズはアイドル祭りのために成功を込めて頑張ってるんだなって思いながらお仕事してください。しんさん、みずきちゃんは前期テストちゃうん？もうちょっと後かな。7月の終わりぐらいからテストの科目はありますね。大体でもレポートなんで、1週間ぐらいで完成するレポートなんで、まだ大丈夫。イサはバランスいいのはみずきちゃんですよ。ありがとう。バランス大事だからね。でも中野ちゃん、テストね、もうちょっと後かな。大学生は高校の方がちょっと早いじゃん、テストとか。私たちはもう8月からって感じなんで、夏休みが。イサは何のドラマ見てたの？福島、サイバーさん、雨をどうにかしてくれると聞いてきました。え、無理だよできないよ、できないですよ。ねはまさん、こんにちは。ふじちゃん、お、時間ありがとうございます。いさお、昨日あると思った首を長く伸ばしてまって、じゃあめっちゃ伸びちゃったじゃん昨日。私昨日映画見に行ってたからさぽんちゃん、サイズ感を小さく見せたないと思ったらいつでも呼んでください。あ、ぽんちゃんね、ぽんちゃんの隣にねいてくれればね、ちょっと小さく見えるから嬉しい私は江ノ浜さん、草生えてる。そう、草生えてるから、ここにちょ若干枯れてるからね、ここ。そう、頑張るよ明日。
たけしさんは多分その時同い年のことにびっくりしてツイッターに書いたらいいねもらって気分上がった気がします。あ、いいねしたかも。じゃあサイバーって書いてあったらいいねしちゃうから、館内デビューの時とかも。同い年なんだね、かずしさん。二十歳。伊沢てかその格好寒くない？うん、ちょっと寒い。でもなんか歩いてきたら大丈夫。ヒュー太郎、サイバーさんのインスタを見ると体温上がるから危険。やばい、高血圧になっちゃう。いや、体温上げるためにやってるんで、皆さんの熱中症にね、皆さんなっていただいてダメですね。伊沢は取り調べ室というドラマ、取り調べ室、なんか知ってる。フィシュマン、テスト用に鉛筆に番号書き終わりましたか？マークシートじゃないからさ、もう無駄なんだよね、それ。高校の時は若干やってた節あるけど、なんか大学のなんか文学部だからさ、選択肢とかなくて、あんまりマークシートとか記述なんだよね、ほとんど。書きなさい、内容をまとめなさい、書きなさいみたいな。だからね、ダメなのよ。あんま意味なくなっちゃったの、そのやつ。伊沢、首を長くしてゴムリンガになった海賊王になりそうでした。海賊王になっちゃうまで行くんだね、やっぱり。海賊王に俺はなる、なんでね。稲川さん、水あげよう。ね、本当だよ、スタッフさん、水あげといてあげてよ。かわいそうだよ。CT、今、あ、時間ありがとう。あとちょっとで、これ終わって、次ファニコンの配信に行きたいと思います。上着汚くて歩いてきたの？上着ね、一応持ってるんだけど、なんかどうせ濡れるから嫌だなって思ってね、着てない。ペプシマン、草生えてる。そちら大爆笑なんですね。いや、普通にシンプルに草生えてるだけだから。真夏になったら、めぐきちゃんそのうち水着で歩きそうだな。それはないね。変な人じゃん、だって露出狂じゃない？変な人すぎ。水着で歩くのは日本じゃダメだからさ、南国リゾートだったらいいかもしれないけど。しんさん、わしは水着熱中症になってるわ。やばい、直さないと、直さない方がいいか。伊沢は終わっちゃうのか。そう、このあとファニコンでやります。かずしさん、一旦カンパンマンのコーナー終わっちゃったんですよ。また館内レベル待ってます。ね、終わっちゃったよね、カンパンマン。私が出るので復活してくださいって言いたい。伊沢、そう、濡れるの嫌だ。だって濡れたらさ、傘さしてても濡れるじゃん。濡れたら乾かさないといけないから嫌なのよ。だからここ肌が濡れて拭いた方がさ、いいじゃん。だから上着持ってきたけど着てないんだよね。露出狂に絶対ならないから安心してほしい。絶対ならないからね。でも夏はね、かっこいい感じの格好をしてみたいな。今年は大人になったし、なんか基本的に可愛いらしいフリフリの服とかはこうそんな頻繁に着るわけじゃない。普段からこういうなんかスポーティーなカジュアルな感じが多いんですけど、たまに着たい時もあるから、そういう時もあるから、そういう服も持ってるけど、割合的にはスポーティーカジュアル7で、可愛いフリフリ3ぐらいかな。なんかスニーカーを持ってる量が異常だと思う、私多分。ヒールとかあんまり持ってないけど、スニーカーの量がね、異常だと思います。大学行く時も全部スニーカーだし、可愛いなと思ったら買っちゃうんだよね。お、時間ありがとう、富士ちゃん。カンパンマンレギュラー撮りで復活だ。本当だね、欲しいですよ、レギュラー。どんな期待しましょう。してください、文高さん。夏はかっこいい服、ライオンのコートを夏模様に毛を買ったような感じ。それってかっこいいんかな。かっこいい感じ、それ。ポンちゃん、キャップ似合うの、ありがとう。そう、キャップ好きだし、帽子も好き、帽子と靴が好き。福島はスポーティーだからスウェットなんですね。でもスウェットの時も多いから、なんか対バンとかで、あのお客さんと同じさあ入り口とかの会場あるじゃないですか。お客さんの目に触れる時あるじゃないですか、入りの時に。
私結構普段から楽な格好でなんかジャージとか着たりとかするから、それでなんか入りしてると可愛くないから、格好がなんかすいませんって感じスニーカーいいよね、そう可愛いなと思ったらサイバー水着を買います。それはそれはなるほど、私売ってるのかなどっかで私のことを買ってくれる、ありがとう。ヒュータロ、太陽上がってきたので雨に打たれてきます。風邪ひかないようにね。お先にお邪魔しました、ありがとう。ペプシマン、そろそろじゃあファニコンの配信に移ろうかなと思います。え、すごい、ちょっとしかやってないのに1200人も見に来てくれた。そろそろだね、シュージ。この前キャップみずきちゃんに似合いそうな見つけたけど完売だった。あら、人気だよとか売り切れちゃうかな、すぐ。ぜひカズシさん遊びに来てください。もうそろそろ終わりたいと思います。それでは次会えるのはアイドル祭りなんですけど、ぜひ楽しみにしててください。ネット投票もあるので、それではまたね、バイバーイ、ファニコンでね。